つ動作をやらないだけでこっちのエスプレッソは美味しいけどこっちのエスプレッソは美味しくない、普通に起こり得る話です。初心者の方からよくいただく質問ですので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、第一人科社の専属バリスタ植松です。この前 SCAJ とかに出展して、私たちもそのブースに立っていた時にもですね、直接これをご質問で聞きに来てくださった方もいらっしゃったりしてですね、プロのバリスタからしたらそんなの当たり前だよっていうような回答になるのかもしれないんですけど、初心者の方からするとやっぱりこれってやらないとダメですかっていうような、やっぱりこう疑問に思う部分っていうのは意外と多いんじゃないかなというふうに思ってます。それが何かと言いますと、この前エスプレッソ、今このエスプレッソマシン F18 サンレモがあるんですけども、そうするとこう前に抽出をしたパックですね、こういった形でこう残ってますよね。でこれをノックボックスに打ち付けて、そうするとやっぱりこういうふうにちょっと粉残りますよね。でこれを拭かないとダメですかっていうご質問よく実はいただきます。プロのバリスタの場合、だいたいこういうふうなダスターでノックボックス叩いた後にこうしっかり中を拭いて、これ空拭きです。濡れてないダスターです。これは粉残りが、前回の抽出した粉残りがないのを確認してから粉を入れていくっていう作業をします。じゃあこれ拭かないとどうなるのかっていうのを、ただこれ口頭で説明しただけだと本当ってこうねちょっと疑問が残るかもしれないので、実際にやってみて、私たち、飲んでみてどういった風に味が違うのか、美味しいのか美味しくないのかっていうところをこれから実際にやっていこうというふうに思います。これからですね、実際にまず1回目はちゃんと拭いたフィルターに粉を入れて抽出をしていく。で、2回目はわざとフィルター拭かずに粉を入れて抽出をしていくというような2回抽出をやってみて、さあエスプレッソの味がどう変わるかっていうのを実際にお見せしていこうというふうに思うんですけど、今日はですね、これ分かりやすく検証こう結果を出すためにシングルオリジン、ちょうどペルーの豆がありましたので、シングルオリジンを自家焙煎で焼きまして、ちょうどエイジングも今2週間前ぐらいですね、ちょうどエスプレッソで飲むのにぴったりなあたりのエイジングになっておりますので、そのペルーの浅煎りのシングルオリジンを使って、EK で豆引いて、今 20g 両方とも 20g で引いて、調整の環境が狂わないようにディストリビューターツール、これとオートでタンピングをしてくれる機械がありますので、これを使ってもう本当にそのタンピングに関してもブレがないように、で最終的にこの F18 もこのオートモードを使って、多分これ私が目分量でこうねスタートしたりストップしたりするより、このオートモードを使った方が流量計が非常に精度高いので、これの方がジャストで止まります。なのでこのボタンを使って抽出をして味の違いをレポートしていこうというふうに思います。ということで、まずは粉を引いていきます。ではブラインドシェイカーを使って移して中に粉を詰めます。でディストリビューターツール使って3回ほど 1,2,3 と回して20キロの力でタンピングしてます。ではすぐもう抽出していきます。このダブルショットで合計だいたいおそらく 40g ぐらいの抽出量になると思うんですけども、見ていきます。ちなみに蒸らし時間は3秒ほど入ってます。はい、では今だいたい39まで約 40g の抽出です。これまずちゃんとフィルター拭いたエスプレッソです。一応後でもう一回飲みますけど、まずは出来たて飲みます。ペルーの豆ってあんま飲むことないんですけど、普通にかなり美味しいシングルオリジンのペルーの豆だなっていうような印象です。すごい酸も出方も、浅煎りなのですごく綺麗にこうパンと出るし、甘さもちゃんとあるし、でアフターテイストも心地よくクリーン、綺麗な後味がこう残っていくっていうようなイメージで、こうなんか嫌な感じが何もない、本当に美味しいエスプレッソだなっていうような印象です。じゃあ今カメラ持ってる白石も、はい、私の意見だけだとちょっとね客観性に欠けるかもしれないので、普通に美味しい、普通に美味しい、普通に美味しい浅煎りのエスプレッソ、お店で出てきて美味しいなって思うエスプレッソの味わいになってますね。はい、じゃあこれがこっからですよ、こっからが問題です。外します。
これ今浅いなので比較的あんまり粉残りないんですけど、ちょっと軽くわざとやります。粉残りますよね。要は前回抽出をした粉が中に残っているわけです。この状態でもう一度 20g 今のペルーの浅煎りを引いてこの中に入れて抽出をしています。さあそれで味がどうなるか見ていきます。はい、では今、同じく粉を詰めました。こうやって粉詰めるともう正直見分けつかないですよね。すぐに抽出をしていきます。はい、抽出の落ち方とか今見る限りではあんまりこう違わないかなというふうには思います。おそらく抽出の最終的な出方、はい、同じく21秒で、抽出量ちょっと多くなりましたね今回は。ここでまあ着目したいのは、まあ今抽出の量は多少確かにこれブレ幅あったのかなっていうふうに思うんですけど、味の綺麗さがあるかないかってところだと思います私的には。なのでそこをしっかり見ていきます。はい、これね今一瞬最初飲んだ時はあうまいかもって思ったんですよ。後味です。もちろん今お水飲みたいですもん。後味がしんどいですこれ。ネガティブな味、まあ、要は渋みっていう感じなんですけども、それがすごい残ります。この口のこの下の奥あたりに、まあなんとなくこうなるだろうっていう結果は見えてたんですけど、じゃあちょっとおしらいしも、めちゃくちゃ言ってることがわかります、うん、パンとこう華やかに入ってくるけどアフターがすごいですね。良くない部分が出てるな、出てるなって感じの味ですよね、うん、はい、まあ、4ぐらい3グラムかの、 あの抽出量のここで違いは出てはいたんですけど、ここまでこの味の違いってそんなに出ないと思うので、まとめるとやっぱりちゃんと拭いてないと、要は前回に抽出した粉が中のフィルターの中に残っているわけなので、もちろん新しく引いた綺麗な粉もありますけど、要は出がらし状態の粉も残ったフィルターの中で抽出をしていくわけなので、やっぱり美味しくないよね、綺麗な味にはならないよねっていうのが、まあ、今この実験で多分証明できたんじゃないかなというふうに思います。これあの私もイタリアミラノとか行きましたけど、イタリアとかだとあの拭いてない人たちもいらっしゃいます。街角にあるバールとか、まあ、それはそれ一つのやり方の、まあ、文化だなというふうに思うんですけど、まあ、あとそのすごいめちゃくちゃ苦い、もうどうやっても苦さしかバーンと出ないっていうような豆の場合は、まあ、そこまでこれは気にしなくてもいいのかなって思ったりする部分もあるんですけど、味の綺麗さっていうところで考えていくとぜひこれは拭いてもらった方がいいんじゃないかなというふうに、まあ、私的には思う部分があります。というわけで、まあ、実際に今やってみたんですけどもいかがでしたでしょうか。まあ、結構初心者の皆様からいただく質問なので、まあ、これで一つ納得していただいたり疑問点が解決したなというふうに思っていただければ、ぜひね高評価ボタンを押しておいていただけると嬉しく思います。この抽出に関して、まあ、今日もこうねワンポイントレッスンみたいな感じなんですけども、ちょっとこれからどんどんこういった抽出に関して、例えばじゃあタンピングの圧力変えたら味どういうふうに変わりますかとか、抽出の圧力のこうかけ方を変えればどういうふうに変わりますかとか、そういうのワンポイント風でこういうふうに、やっていこうと、まあ、10分ぐらいのね動画でこうやっていこうというふうに思ってますので、ぜひエスプレッソ抽出に興味のある方も、これからも、チャンネルを見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。